今日共に一緒に戦って熱いパワーを出して勝ち取りましょう。よろしくお願いします。そのまま行くシュート、パッチング、まだボックス内、シュート、ゴールポスト左でした。サイドは中央へヘディング、ポスト、なんとかここはかき出しました。さあここはスペース抜け出した、酒井前を向く、中央に浅川シュート、ここは打った。酒井左からは嫁坂が来ている、その嫁坂が打って、さあ酒井が抜けてくる、その酒井へのスルーパス通る、シュート、ブロック、ここはトネが体を張りました。さあ最後鈴木大成、谷川、さあこのボールルーズにある、シュート、ルーズになったところ、さあプレッシャーをかける福田、パスコースが少しルーズになる、五稜が奪った縦のパス、藤本に通るか、シュートに行く、アルナをキック、もう一度五稜、左足シュート、伊勢ブロック、さあ落ちない、前を向けるか、中原シュート、アルナウチャンスというのも考えられます。前にはさあここルーズになった、福田右にそれて五稜、五稜がそのまま下げてシュート、アルナウセーブ、地元へと本当に倒れました。プレー続行している、そのまま福田ボックス内、切れ込んでシュート、サイドネットを取られました。左に出してマクフリック、渡辺英介この位置、浅川いなしてシュートを狙ってきた、一戦です。その中で0対0、さあロングボール、野竹がここまで来ている、シュートを狙っていきました。左に送って、さあこれクロスを入れる、酒井を狙ったボール、ヘディング、キーパー松山キャッチ。中央にて、さあここは竹、右サイド、竹、そのまま流し込む、
三試合で三ゴールを取りました。ここは中央へ、そのまま囲んでシュート、ゴールボス左に入ってくるボール、この後ソータロー胸で受けて、さあ最後チャンスどちらのものにする、さあここで繋いでいく、スペース出す、有田、有田ヒールで落として山本俊介、ビッグセーブ。そしてここで長いホイッスル、上位対決は0対0スコアレスで勝ち点1を分け合いました。